なんか面白いことになってますよ。朝の日当たりが太陽が低いので、今のところここにしか日が当たっていません。プリンターの上、二人で重なり合っています。そうだね。ジャン君、ポンちゃん、あ、そう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 、一応ですね、ここに、はい、だいぶ日が当たり始めてます。下まではまだ行ってないんだけどね。そしてお花もこんな風に豪華に用意していますので、こちらでおくつろぎください。いいね、いい感じです。ジャン君で、ポンちゃんはやっと一人でここに。おやすみ。ジャン君はもうちょっとだね、もうちょっとすると下まで当たるからね。アンカーがあったかいからいいでしょ、きっと。そこね、ジェン君、はい、泣いてますか、ジェン君、はい、あくびしながら甘えるんですか。少しずつクリスマス仕様に変わってきています。今日はこれから合唱団に行きますんで、夜はちょっと遅くなります。そして明日は、明日、来年のカレンダー、ジャン君ポンちゃん用というのを完成させて、その後生放送で、夜発表いたします。途中少し時間があるじゃあるかな、クリスマスの。それよりも黒剣髪切らないとダメだね。発表会が23日になりますんで、それまでに髪をどこかで切らないといけません。ちょっと変な感じの伸び方になっているので整えましょうかね、という個人的なことをずっと喋りながらの今日は動画です。そしてジャン君は甘えっぱなし。